春風亭百恵は、静岡県静岡市出身の落語家。落語協会所属。本名、青木のりを。出林は、ガツの巻。アブノーマルな世界観を持つ新作落語を得意とする。静岡学園高校卒業。入門する前の8年間、アメリカ・ロサンゼルスで寿司屋修行と放浪生活をしていた。1995年2月。 ロサンゼルスの寿司屋で客と店員として出会った七代目、春風亭栄に入門。当初は、川柳川柳への弟子入りを栄に頼んだが、川柳に断られたため、栄に、弟子入りすることになった。6月に前座名、のり、ふと塩をもらう。1999年5月、に詰め昇進し、エースケと改名。2004年に、大江戸台風運を結成し、 大江戸大風俗という CD を出す。2007年11月、女エリートのユニットニューミウシデ M-1 グランプリに挑戦。2008年9月に3代目、三遊亭歌立花。4代目、三遊亭歌や子、古今亭新丸、古今亭菊太郎と共に、新内昇進108改名。BS 商店時代の頃から出演。2代目、 林や菊蔵が出演していない場合のみ3番席に座ることが多かったが、2代目にき蔵が出演していた場合は他のメンバーの席に座ることがあった。自己紹介では名前を名乗った後、にゃー。と、猫の真似をするのが定番。放送開始当初はキャラクターはなかったが、2008年夏頃からザフトン運びのセイラに化装するスキベキャラに定着している。 しかし実生活での本人は既婚であり、妻は可愛いと語る愛妻家である。お題の名人で妻との慣れそめを語ったこともある。レギュラー放送最終回となった2011年2月13日の放送では、大喜利での出番がないにもかかわらず収録に来ていることがセーラによって明かされ、その後私服のままセーラーを追いかけていた。ありがとうございます。